次のカット。まあね、ドズルの演技めちゃくちゃ細かいです。真顔なんですね。えー、ゼナーにゆっくりと足音だけ立てて近づいてですね、あの、さっきのセリフのですね、女どもはタイカプセルに移れって言った後ですね、いきなり真顔で急いでなっていうふうにゼナーに言うんです。で、えー、ゼナーはですね、選曲はそんなに悪いんですかっていうふうに聞くとですね、ドズルはこう目をそらすんですね。あの、急いでなっていうのを、 て他の女官たちが動いているかどうか、退避の準備をしているのかどうかっていうのを目で確認してるんですね。でその確認して、やっとドズルは笑顔になるんです。笑顔になってですね、えー、ドズル急げというふうに言ってですね、おまあ、はいというふうに言われたんでですね、このソロモンが落ちるものか、と笑顔のドズルが言うんですね。万一だ、万が一のことを考えてのことよっていうふうに言うんですよ。で、ようやくにも手に入れたミネバのため、 って言ってですね、その、ゼナが描いてる赤ん坊をしゃがみ込んで見るんですよ。そうすると釣られて、ゼナの方も赤ん坊に目線を移すんですね。で、この、やっぱりその、厳しい顔で急げよ、急いでなって何回も言ってしまうドズルと、そんなに悪いんですか負けそうなんですかというふうに言われて、いや、そんなことないよって笑顔になって、 で、しゃがみ込んで赤ん坊を見ると、ついゼナも自分が抱いてる赤ん坊の方を見てしまうとですね、この演技の連続がですね、ものすごいなんかね、ファミリードラマとしてもできてるし、あとビジネス版ものとしてもですね、なかなかいい家庭描写だと思うんですね。ちゃんと夫婦の会話になってるんですよ。で、この段取りで見せられるから、さっきですね、歩いて近づいていって赤ん坊を取り上げて、どんな赤ん坊だろうっていうふうに、 あの、思ったところでまだ見せないんですね。で、ドズルの顔だけ見せて、で、ゼナも、ドズルも赤ん坊に注目して、やっとミネバの顔を見せると。ミネバの顔を見せるわけですね。まあ、ミネバの顔といっても、クローズアップで見せないんです。で、ドズルは顔を近づけるんですよね。で、えー、ミネバがですね、泣き出す。泣き出すとか、まあ、ブズのですよわーンわて、ワって。そうすると、あの、ゼナが呆れたように、お声が大きいから あの、ドズルね、やっぱね、面白いことにお父さんなので、あの、赤ちゃんに好かれてないんですね。やたらでかいし、声がでかいから赤ちゃんに好かれてないんですよ。だから、ドズルが近づくと多分いつもミネバは泣いちゃうんだと。赤ちゃんは泣いちゃうんだと思います。で、それがドズルにはですね、ちょっと悲しくもあり、面白くもあるんでしょうね。で、ドズルが笑い出します。わはは,はこれ本当の笑顔ですね。笑った後ですね。 えー、去るんですけど笑った後、くるっと振り向いて、去るんですけど、去り際にですね、急げよって、もう一回言っちゃうんですよ。もう一回。もう本当に急いでなって言った後、女官に急げよっていうふうに命令して、去る時に振り向いて表情を見せずに、急げよ。と、去り際にもう一回念を押してしまうんですね。ドズルのこの不安っていうのを表してるんですけども、この一連のですね、席を立つところからの演技っていうのを、 解釈すると、ドズルの心理がすごいわかるんですね。あの、まずですね、ドズルが席立ってちょっと外す、すぐ戻るって言った時に、ドズルはなんでこんなことをしてるのか、まだ自分でもよくわかんないんですね。ただ単に、女官たちに退避命令を出しに行ったんでしょうけども、えー、気持ちいいですね、自分の感情がよくわかんないと。で、ゼナーの部屋で、まず退避を命令して、とにかく急げっていうふうに繰り返しちゃうんですよ。で、ゼナーに理由聞かれて、 なぜそこまで自分が不安になったのかわかんなくて、なんでわかんないのかったこの段階ではまだソロモンは、あの、状況的に圧倒的に有利だからですね。連邦軍が攻めてくるって言ってもですね、対要塞兵器のことをどずる知らないんですよ。だから、たったこれっぽっちの兵隊で攻めてきて、連邦は何考えてんだと。そりゃソロモンは攻撃を受けてるけれども、これぐらいの攻撃だったら簡単に跳ね返せるよと。別に本国やグラナダに、あの、援助をあうこともないと思って、 てるんですね、ドズルはこの時に。ただ、なんで、それ、自分が、この、ここの部屋に来たのかよくわかってないんですよ。で、でも赤ん坊のミネバの顔を見た瞬間に、やっとこいつはですね、自分の気持ちがわかるんですね。そうか、俺はミネバに会いたくなったんだ。つまり、指令室で不安になったことがわかるんですね。何か嫌な予感がして不安になって、 で、もう一回ミネバの顔を見に行こうと思ったということが自分でわかるんですよね。女たちに急げよって言いに来たっていうのはあくまで表面的な理由で、自分の内面的な理由は何かっていうと、娘の顔、赤ん坊の顔が見たくなったからなんですね。で、ミネバはまだ赤ん坊で、自分のこのでかい体も大きい声も好きじゃないんですよ。でも、俺はこの赤ん坊のためだったら何でもやれると思ってるんですね。つまり、赤ん坊からですね、勇気とかやる気を もらってるんですね、ドズルは。あの、自分の赤ん坊を子供に会ったことで、ようやっと不安っていうのが吹っ切れて、よし、戦うぞっていう気にさせてもらえると。これをドズルは自分自身でもよく分かってなかったんですね。で、会って初めて分かったから、ちょっと自分に対して笑っちゃったので、お声が大きいからって言った時に、わははって、本気で笑っちゃったのは、自分の不安に気がついたドズルっていうのがあるからですね。自分を笑ったんですよ。なので、あの、 ただそこでですね、リり際に表情を見せずに、さらに急げよって繰り返してしまうと。で、この時のドズの表情をやっぱり視聴者にね、想像させたいんですよね。どんな顔をしてるのか想像させたいから顔を見せないんですよ。急げよってここで言ってもいいんですけど、この振り返ってから言うところがですね、演出ですね。絵で見せない。どんな顔してるのか。 で、ドズルのこのドラマっていうのが、まあ同時にですね、次回に続くですね、死亡フラグにもなってるところが悲しいですよね。あの、ソロモンの工房って第35話って、本編内のドラマ、人間ドラマってドズルしかないんですよ。意外なことに。アムロね、説明役なんですよ。アムロ例説明役でですね、あの、これが戦争かって言ったりですね、あれかあの、新兵器の破壊した後はすごいなとか言うんですよ、アムロ。 あの、ソーラーシステムでソロモンが破壊された後にですね、アムロ行く時のセリフが、あれか、新兵器の破壊した後は、すごいや、すごいな、行くぞっていうセリフがあるんですけども、完全に説明役なんですよ。で、負傷したハヤトもですね、そのセリフあるんですけども、あの、なんだろう、情けないよ、僕はアムロにかなわないみたいなこと言うんですけど、思ったことを話しちゃってるんですね。ハヤトのセリフって思ったことをカミングアウトしちゃってるから、ドラマじゃないんです。 ドラマっていうのはこういうセリフにないことを見せることがト富野義季のドラマ剣であってですね、思ったことを喋ってるっていうのは説明なんですね。だからドラマはドズルにしかないんですよ、この35は。 だから、この回のドズルは、副心の部下にもですね、妻のゼナにもですね、本心一切出してないんですよ。出せないんですよ。でも、見てる人間はドズルがですね、あの、ゼナに2回も急げていったりですね、あと、サリギアにもう1回急げていったりですね、わざわざ指令室から、あの、席外してここに来たということで、まあ、見てる観客にはドズルの本心が伝わっていると、まあ、あの、監督演出は期待するわけですね。 で、こんな風にですね、そのドズルともそうなんですけども、これまで登場したガルマにしてもシャーにしても、テレビ版のガンダムでないと割と理解できないんですよね。テレ、あの、劇場版のガンダムっていうのは、あの、早送り状態で、あの、見せてしまってるので、登場人物のキャラクターたちがこういうですね、含みの演技でやってることっていうのが割とわからない構造になって、 出るんですよね、だから、あの、ランバラールにしてもマクベにしても、これまで出てきた敵キャラクターの大部分っていうのは、こういうなんかセリフになってない演技っていうのが、ものすごく多い、そのキャラの積み重ねの上でもうみんなこのテレビのキャラをみんな見てるよねという前提で劇場版っていうのできてるんで,ですね。できれば、あの、 テレビ版を見てほしいですね。ガンダムに関しては、本当に時短とかですね、<laughs> 早送りとか10秒送りであの見るような劇場版ではなくて、フル尺のテレビを見てほしいと思います。で、このドズルのドラマが終わった後ですね、次のカットから戦場のモンタージュシーンになりました。